さあやっていきましょう。船でございます。で今回はね、いただいたコメントに答えていきます。そのコメントがこちら。ユニド1凸、号令2凸、ソラカケム凸、リガブ2凸、イエガー2凸、赤スカイウォーカー2凸、ドア1凸、武術家2凸の中でどんなデッキを構築すればいいでしょうかってことなんですけど、私から回答すると、はい、このデッキになります。プロティパラリナ、イエガー、号令、ユニドですね。はい、まあちょっともうちょっと細かく説明していきましょう。でこれね、みんな気にしてるところって加速と回復だと思うんですよ。加速だと例えばほら、空掛けがいいんじゃないかとか、あとはね、回復はやっぱり全体回復じゃなきゃダメかなとかね、いろいろ考えてると思うんだけど、いいいい、そんな考えなくて、あのね、プロティパラリナと空掛けでしょ、正直どっちも強いからね、どっちか入れとけばいいと思う、うん。で、デッキで下げてまであまりプロティパラリナをより、なんだ、空掛けを優先する必要もまだないんですよ。空掛けって意外とあれ使いにくいから、強いけど使いにくいからさ、無理して使うのはやっぱり良くないんだよね、うん。だってほら、体力も攻撃だし、クールも70秒で使いにくいってあるじゃん。でこの前加工されてさ、この前でだいぶ前だけど、効果時間も減ったし、正直プロティパラリナでいいと思ってます。うん。で回復に関しては全体回復の方が絶対いいです。ただ全体回復にしたがために耐えられないミクちゃんになっちゃうとさすがにちょっと良くないんで、耐えられないなって思ったら自己回復でいいです。アンジュとか、あとなんだガブリエルとか、そういうのを積んでもらって結構です。うん。ただミクやってると分かるんですけど、ちょっとずつちょっとずつそこまで回復いらねえなって感覚になってくるんだよ。でもそうなったらもう全体回復に出世しましょう。うん。それでいいと思う。それまではね、もう自分の回復に徹してあげて、うん、その方が多分役に立つから、チームとしても。はい、そんなところでございます。であとはちょっと残り のコメントにあったカードについて話していきましょうか。ユニド、号令、空掛け、ガブ、イエーガー、赤スカイウォーカー、ここら辺すごく優秀なんですけど、最近波紋を呼んでる武術家とドアですね。うん、こちらについて話していきます。武術家とドア、正直ちょっと時代が武術家と号令を武術家とドアを、ね、許さなくなったところありますね。っていうのも武術家とドア、特にね、あとはミクがね、耐久できなくなったんですよ。なんかみんなほら火力がね高くなってさ、まあ、耐久できればいいんだけど、できなくなったから、それよりは味方も加速して一気に攻めて一気に守ろうみたいな、そっちのその風潮がね今できてるんですよ。なんであんまりね、武術家とかドアって最近優先されないですね。うん、っていうとこはあります。はい。まあ、なんでやっぱり全体回復とか、やっぱり全体加速、そういったところが重視される時代なのかなっていう印象でございます。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。